赤コーナー24戦21勝休憩を勝ち3敗108パウンド4分の1新生所属 WBA 世界ミニマム級2位 WBC 世界ミニマム級4位元 WBA WBC 世界ミニマム級チャンピオン高山山勝成青コーナー21戦12勝6KO 勝ち7敗2引き分け108パウンド4分の3メキシコハビエル・モリーニョあのファンランダイズから相手が変わりましたハビエル・モリーニョです同じく野田正弘同じく宮崎久俊レフェリー福地雄二高山の世界前哨戦とも言われています 49.5kg 契約の10回戦解説は元日本ミドル級チャンピオン荒木義弘さんそしてボクシング愛さん赤コーナーのリポートは浜美代子さん青コーナーリポートは小西彩子さん実況 ABC 高野純一でお送りしていきます荒木さんそしてボクシング愛さん、はい、どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします第1ラウンドのゴングが鳴りましたさあ世界へ高山第1ラウンドスタートです対するは青いグローブ赤のトランクスを履いているハビエル・ムリージョメキシコからやってきましたここ試合前はファンランダイタあの亀田光輝と2度戦った選手と高山が対決するということで注目されたんですけどもそうやったんですよね、いつこう変わったんですか突然もう3日前金曜日に、はい飛行機に乗ってくるはずのランダイトが空港に来ていないということで、はい、あの関係者が慌てふためいたということなんですね急遽呼ばれたのがこのハビエル・ムリージョメキシコですムリージョ選手ね、はい、よくね仕上げてたんですかね、まあ、ボクシング会さんこのハビエル・ムリージョ、はい、その鍛えてこなかった相手というわけではないそうなんですよねそうですね体見ても分かるようにかなり鍛え上げられた体型ですねあの新田豊選手あのロマン・ゴンザレスと7度目の防衛戦をした、はい、その試合のスパーリングパートナーで日本で、練習してたんですねもう先日までも日本にいたと、そうですね、やはりローマン・ゴンザレスと対戦経験があるということで、まあ、あのそういった意味でスパー相手でやってたんですけども、はいまあ、そういう意味で、まあ、練習はずっとやってたと、で今回急遽こういうことになって、まあ、お鉢が回ってきたといいますかね、はいまあ、そういうふうでもう一回も日本に戻ってきて、今回高山選手と、まあ、勝てば世界ランク入りなのでね、まあ、ムリージョ選手もまあ燃える試合だと思うんですけど、はいそういうでも体してますもんねそうですね、はいはい、やはり調整不足ではなさそうはい、はい、第1ラウンド残り1分30秒高山選手なんですが今2位ということですけども、はい、ロマン・ゴンザレス1位だったロマン・ゴンが勝ってチャンピオンになったので高山選手が実質1位のようなものなんですね、はい、世界1位で今回もう世界前哨戦といいますか、対ロマン・ゴンザレスというようなねそういう青写真を描いた上での今回試合ということですねもうまさに世界が目の前に来ているという、そうですね、高山選手ですね、はい、さあ第1ラウンド静かな立ち上がりになっていますただ今回契約ウェイトが 49.5kg ということで、はい、高山選手にとってみれば最重量級ウェイトでの試合ということでそうですよね、まあ、ミニマム級を主戦場として持ち味であるスピードでありフットワークでありというのが生かされてでパワーも構築されていれば、まあ、今回評価できる試合、まあ、そういう試合なんですけどね、はい、右フック左フック2発出てきました高山ですリング中央高山選手スピードありますね、はい、いい左フック当たってますね、はいはいよくパンチを重ねていきます高山赤いグローブ黒のトランクスが高山勝成です第1ラウンド残り10秒相手をじっくりと見て右フック放っていきましたさらに右フックここで第1ラウンドが終了しています高山勝成の世界前哨戦 49.5kg 契約の10回戦です赤コーナーは高山勝成新生事務所取24戦21勝9つの KO 勝ち3敗です WBA 先ほどご紹介さんから実質1位などという話もありました正式
は今のところ WBA ミニマム級2位です。 WBC ミニマム級の8位、世界前哨戦の高山勝太郎です。一方青コーナーはメキシコからやってきましたアビエル・ムリージョです。21戦12勝6 KO 勝ち7敗2引き分けという戦績が残っています。今年2月、その先ほどお話もありました現 WBA 王者に左も勝ちましたローマン・ゴンザレスの世界前哨戦で当たっています。アビエル・ムリージョ7度ダウンを奪われながらも判定まで生き延びたというタフな選手です。ラウンド第2ラウンドのゴングが鳴りました。両者グローブを合わせます。第1ラウンドの動き見て荒木さん、高山どうでした、はい、あいい動きしてますよ。やっぱりもうね、高山選手はもうそのランダイタ選手のことはもう全く関係ないので、はい、それはもちろん可能でランダイタ選手でやってきたと思うんですけども、はい、もうこの試合に関してはね、勝たないとね、やっぱりもう世界戦がねないんで、もう自分のやってきた、そのさっきもねインタビューで言ってましたけどね、自分の課題ですね、それを徹底してやっていった方がいいんじゃないですかね、はい、それはまあ見えますけどね、今は世界前哨戦の高山、対するはハビエル・ムリージョ、メキシコです。ムリージョ選手、アウトボクサータイプですね、今のところ、はい、見たところ、はい、両者ともに非常に足を使ってスピーディーなボクシングをしています。左手フットワークで立ってますね、ムリージョ選手、はい、第1ラウンドはいい左フックが何発か当たっていました高山勝成。ブリュー選手の海外サイトでは7勝3 KO 8敗1引き分けで負け越しという戦績だったんですが、今回発表を見ると12勝6 KO 7敗2引き分け、これ勝ち越してる戦績なんですね、これ発表、はいはい、こういったこともままあることなんですか。うん、微妙ですねでも、まあ、要は結構勝ち越してるというそういう戦績です、はい、微妙ですよね微妙ですか、はいはい、戦績は21戦12勝7敗です。6つの KO 勝ちがあるハビエル・ムリージョ。ただ先ほど の、 そのロマゴンに判定まで持ち込んだ試合であるとか、はい、あと元世界チャンピオン、ね、あのブルゴス選手とか、そういった選手、あとおっとこれ呼ばれたのはハビエル・ムリージョ動きました。これパンチが効いていたとどっちいいんですか、と今でもそんなにね、入った感じではなかった、はい、まあちょっとパンチもらいながらちょっと体勢崩したかなというような感じだったんです、ね、動きの中での、はいはい、足を踏み外した感じになっています。ビエル・ムリージョ、ラインラウンド残り1分切っています。そうですね、途中でしたけども結構強豪相手にね、結構、経験がある、そういう、ムリージョ選手ですね、はいはい、頭を動かしながら、そして足もしっかりと動きながら高山勝成戦っています。第2ラウンド残り30秒です。左ボディ打ち合いました、ワンツーから左ボディです。追いかける高山、ボディいいですね、ボディ、 ボディですか、行きたいですね、もっとね、はい、ボディを2発、それからアッパーに行きました。左フックを返していくハビエル・ムリージョ、残り10秒です。近づいて高山、左打っていく、ボディの打ち合い、ワンツーです。ここで第2ラウンドが終了しました。高山の相手ハビエル・ムリージョのここまでの動き、荒木さんどうご覧になりますか。どうでしょう、どんなタイプですかね。あの足使っても見るね、かなりあの足使ってやってるなというような感じなんですけど、怖さはありますか。どうですかね、あの僕見る限りその結構ちょっと体重がね右足にかかってこうあのしてるかなというような感じに見えるんですけど、はい、第2ラウンドバランスなんかそのゴンザレスのね最終こうやり合ったっていうような、あそこまでは多分選手になって僕はもう見とったんですけど、そんな風にあんまり今のところ見えないですよね僕には、はい、はい、かな見える見える、でもスローを見るとちょっとバランスを崩したような感じですね、はい、選手ただベースが下がりましたラウンドだったと思います、はい、第3ラウンドのゴングです。さあ右を打っていった、今度からもボディボディという声がありました。やはり序盤にボディを打っていくことは非常に大切ですか、荒木さん。まあ序盤とは限らず、ね、はい、ボディはいいですよね、やっぱり
まあ、たまあ序盤にねボディ打って足止めてっていうのがね、はい、まあ、理想でしょうけど、もう序盤でも中盤でも終盤でも関係なくボディもやっぱりいいですからね。はい、はい、アッパー打っていったハビエル・ムリーチ、世界前哨戦、高山負けられません。右を返していく高山、リズムを取りながら相手に近づいていく、積極的な方は高山勝成です。放送席、こちら赤コーナー、高山選手サイドです。はい、あの左相手の選手を相手に練習していたということで、ええ、深さが違うので今パンチの深さを調節している状態だということです。はい、続いて青コーナーです、はい、相手のスピードに合わせるのではなく、こちらジャブに合わせてカウンターを狙えと、相手に合わせるのではなく自分のペースで戦えという指示が出ていました。はい、赤コーナーサイドリポーターは浜美代子さん、青コーナーは小西彩子さんのリポートです。まあ、少し練習サウスポー用に積んできたということで距離感が少しつかめてないというそうですね。でも1ラウンドやったら大丈夫です。戻ります。戻りますか。はい、もう高山くん戻って、戻ってます。はい、距離を詰めていきます。パンチを振り回していったのはムリージョ、高山が距離を詰めてパンチの連打、細かく放っていきます。やる選手の相手を言うたらやっぱり大体がやっぱりね、あの右選手が多いんでね、はいはい、もちろんこのランダイダ選手はね肩をしてやってたんでね、左対策というような過程でやってたと思うんですけど、はい、でも1ラウンド2ラウンドやったら、はい、右が入りました。はい、右ソード入りましたね。今左ボディ、さあ接近戦です。ムリージョも返します。返しますね。打ち下ろしの右を放っていった高山、左アッパーからこれを詰めていきます。追い込んでいるのは高山、ボディを返していくハビエル・ムリージョ。あのミニマム級はね、もう、はい、イーグル選手と新田選手が王座陥落してしまい、今日本人の世界王者がないという状況で、今高山選手はもうミニマム級も筆頭格ですね。はい、期待したいところですね。3度目ですからね、今回取れば、はい、3度目の獲得に向けてこれ本当大切な選手になってますね。大切ですね。はい、ここで第3ラウンドが終了しています。元 WBC ミニマム級は元 WBA ミニマム級暫定王者高山勝成、AI チャンピオン、テーションガール高山勝成、必ず返り咲くと話していました。ここまでは高山のペースもいいですかね。全然高山選手のペースですね。はい、はい、冷静に試合を進めていっていますね。そうですね、あのディフェンス力の差もあって、あの中間の距離でもまとももらってませんから、ね、今右を当ててますし、はい、で、ムリージョ選手あまりちょっとパワーは感じないですね。パワーは、そうですね、あまりちょっとパンチ力の怖さはないで、高山選手ですけど今後なんですが、そのサウスポーということですと WBC のオーライドンがサウスポーなんですね、はい、で WBC 暫定のパラシオスとロマン・ドンドラスとどこを狙っていくかというところなんですけども、この1位、WBC1 位になるとね、ロマン・ドンとやるわけなんですけども、はい、まあ、左右どちらでもやれるようにね、まあ、備えていくべきだと思うんですけど、はい、今回ランダイだからね、無理以上に変わってしまいましたけども、はい、そういう意味では右相手でも左が相手でもそうですね、タイロマン・ドン対パラシオスという意味でね、一応正試合ができるか、そういう試合です。はい、はい、実質もう世界ランキング1位とも言われている高山勝成、第4ラウンドに入っています。放送席、赤コーナー高山選手サイドです。はい、アジャストができてきているようだということで、先ほどの右ストレートのタイミングが非常に良かったと、はい、そのタイミングで行けという指示が飛んでいました。赤コーナーリポーターは浜美代子さんです。いい右ストレートが第3ラウンドも入りました。入りましたね。高野さん、今入りましたよ。はい、高野さん、続いて青コーナーです、はい、いきなり強い右を打っていこうという指示が出ていました。強い右を打っていこうという青コーナーサイドのリポート、小西彩子さんです。左ジャブ、速いジャブから右ストレート打っていった高山です。手数がいいですね、高野選手ね。どんどん行きたいですね、どんどん行きたいですね、はい、さあ大きく今度は右を振り回していきました高山。見えてますね、左ボディ、このパンチはね、左を返していったムリージョ、まとめて返していってますよね、ムリージョ選手もね、はい、
打たれ強さだったり気持ちの強さも少し見えますね、はい、高山もいいペースで試合を運んでいます。さあコーナー追い詰めてリージョンもパンチを返します。左ジャブから右ストレート、さあワンツー、しっかりと距離を詰めていって足もしっかりと動いています。高山右ボディから左フック、今のように左ボディをもう少し当てていきたいですね、はい、ドマドン戦でもこれでかなりダウンしてるんですが、グリード選手、左ボディ狙いたいですね、はい、左ボディを使っていきたいというボクシングアイさんの話。ボディはいいですね、ボディは効きますね、ボディはね。そして前半、中盤、そして後半とボディを打ち続けてほしいというお話の元日本ミドル級チャンピオン荒木さんの解説です。右ライバルが入りました。ライバルいいですよ。左を返していったハビエル・ムリージョ、いやー連打、中のパンチが入りました。左フック右ストレートありましたね。タイミングのいい右を入れてますね、高橋さん、ね、はい、左フック入れる、はい、追いパスやってますよ。満足から声を詰めて高橋が追いつめて左フック、さあコーナーボディボディが連打、そして右打ち下ろし、右高山の左ボディ的確です。高山さあロープギア追い詰めて必死に頭を振るハビエル・ブリージョ、リング中央左ボディ右フック、高山勝成が思い通りにゲームを進めています。両手を高山と仕上げました。ラウンドを終了しています。理想的なラウンドでしたね。素晴らしい攻撃でした。いかがですか、ご紹介さん。はい、ジャブを当てて、ジャブで見せた後、右を当てて、さらに左を当てて、まあ、それも理想的なダウンショーです。はい、はい、メキシカンもね、やはりカーフィーの選手が多いようにリージョンの例外ではなく、もらった後もね、状態低くして、もうさらに連打もらわないようにディフェンスで、フォローを打たせなかった、そういったダウンショーです。高いレベル、高レベルの試合が繰り広げられています。やはり高山さん、ジャブが持ち味で、ね、あれを常に切らさずね、で右、さらに左ボディでフォローをね、まあ、今のように続けていく。ラウンド5、はい、新田選手との統一戦、初回に高山選手左ジャブでダウンを奪ってるんですね。1対2で負けましたけど、はい、タイミングのジャブだったんですけども、高山選手の持ち味ですね。はい、隣の荒木さんがね、東洋を取った時に左ジャブでダウンを奪って KO 勝ちしましたけども、やはりその左ジャブというのはね、はい、やはりどのボクサーにとっても重要かつ不可欠な武器だというような、東洋戦ね、荒木選手ですね。ありがとうございます。いや、左ジャブっていうのは本当にね、重要なんですよ。本当に左は世界を制するという言葉がありますよね。はい、あれは本当に誰が考えたんですかね。いやもうそのまんまと思いますけどね、僕は。まさにその荒木さんが体現されたということですね、はい、しかもジャブで、はい、いや左ってね、やっぱりタイミング取ったりね、本当に当てたり、いろんな使い方できるんでね、はいはい、左っていうのはすごい重要やと思うんですけどね。そうですね、9度連続防衛してた鈴木悟戦、10回目の防衛戦で荒木さんが倒しましたけども、はい、あれもやっぱり左で打ち勝ったような試合でね。そうですね、でさらに中村英二選手、はい、穂積選手、まあ左の差で勝ったよね。はい、いやいや、もうそうやって言ってる。愛さん、ありがとうございます。愛さん、放送席、放送席、はい、赤コーナー高山選手サイドです。はい、相手選手は頭が低くてよく振るので、上下に パンチを散らすなど相手の集中力を奪うようにという指示が飛んでいました。はい、赤コーナーは浜リポーターです。パンチを散らすようにセコンドからの指示があった赤コーナー高山勝成、フェイントを入れてからボディを放っていきました。そして右ストレート、パンチを返していきます。ウィエルム・リージョ、しっかりパンチも散らせていますよね。はい、ここは細かい連打から追い詰めていく高山、左を放っていったハビエル・ムリージョ、左ボディ右ボディ追い詰めて高山狙います。左フック、左ジャブから距離を測ります高山勝成。新田戦以降ずっとライトフライ、もしくは今回フライ 49.5 ですけども、
ミニマムのウェイトではやってないんですね、高山選手。はい、ミニマム今2位なんですけども、今後ライトフライでの、世界を目指すというスタンスもあるのかなと、ちょっと、まあ、僕自身気になってるんですけども、はい、ミニマム級で行くか、ライトフライに上げるかっていうのは、今回もランダイタと当初やる予定だったわけで、はい、でランダイタは世界3位に、ライトフライ級の選手ですもんね。そうですね、で2階級制覇を狙う、そういうような今後そういったのもあるのかなと気になっているんですけど、はい、目の前に世界が広がっています。高山克成、そうですね、両者激しくパンチを打ち合ったところで第5ラウンドが終了しています。 49.5 キロ制約の10回戦、放送席解説は元日本ミドル級チャンピオン、元 ODPF 東洋太平洋ミドル級チャンピオン荒木千尋さん、そしてクールな分析ボクシング愛さんでお送りしています。5ラウンド前半が終了しました。荒木さん、ここまでの試合どうご覧になりますか。はい、もうそろそろ高山選手行くんじゃないですか。楽しみというんですかね、行くんじゃないですか。もうそうしてもいいこの5ラウンドですか。いやそのように見えましたけど、はい、はい、総責に試合を進めている高山克成、そして一方ボクシング愛さん、はい、この5ラウンド開始していただきますか。そうですね、高山選手がやはり、ペースを握っていると思うんですけども、KO を求めるファンというのはやはり少なくないと思うんですけども、はい、そういう人たちにとってみれば、そういうシーンを見たいというそういうような状況になってきている、そういった試合だと思います。はい、はい、大塚府立体育会館、期待も上がってきています。先ほど自分ライトフライの話をしたんですけども、はい、ライトフライはその WBA がプライマースローム、はい、暫定がセツハル・カンチェラという選手、はい、で WBC がこの前国重選手を、世界ランク国重選手を KO した選手なんですけども、はい、特にセサール・カンチェラというコロンビアの選手、この選手がですね非常に強くてですね、ぜひ高山選手挑戦していただければですね楽しみだと。面白くなる。コロンビアというのが今非常に強くてですね、アイさんでもほんまに物知りですよね。はい、さすがボクシング界のボクシング愛というだけあります。はい、素晴らしい情報ですよね。コロンビアというのがそのアメリカンを KO したプレイダス・プレスコットという選手が今注目を浴びてて、でこの前も先日もサンタクロスを KO したアントニオ・ピタルがコロンビアです、はい、あとリガード・トーレス、ファン・ランド、ホルエ・フリア、アレハンドル・ベリオとかね、今コロンビアというのは非常に強い選手が出てきているので、はい、このセサル・カンチラというのに注目しているんですけど、高山選手やってほしいですか。ここのところ新田戦以降ずっとライトフライ以上でやっているので、ライトフライということで、行くということならば、まあ、注目の選手ではあるんですよ、カンチラという選手。はいはい、そういう意味で高山選手はいろんな選択肢を持っていますよ ね、 そうですね、世界戦を戦うにあたっては、あと国重を倒したそのエドガー奏者 WBC ね、はい、そちらの方でもちろん見たい、倒してほしい相手でもあるんです、はい、放送席青コーナーです、はい、こちらですが、そろそろペースを上げていこうということで自分からプレッシャーをかけていこうという指示が出ていました。はい、青コーナーのリポートが入りました。小西彩子さんです。そろそろ上げていきたいという青コーナーの話、やはりまだまだ本調子ではないのかもしれません。ここから上がっていくんですね。ほんなら注目して見てみましょう。はい、から調子が上がってくると青コーナーのムリージョ、そして赤コーナー高山克成、中盤に入ってもスピードの衰えなど見られませんよね。高山選手ですか。はい、全然衰えを見られませんね。スタミナ十分、スピーディーなボクシングを展開して、決まった。今のは効きました。右ドンピシャのタイミングで高山がパンチを放ちました。ここで今右目の目尻ですね、今頭という口の動きがありました。バッティングで高山の右目の辺りが切れました。しかしその前素晴らしい右が入りました。いいタイミングだったですね、はい、今のはね本当にその課題、スピード、タイミング、バッチリその課題当てはまってるんじゃないですか。完璧でしたか。はい、高山選手日本タイトルを取った小熊坂戦とか、あと WBA 暫定で取ったカルロス・メロ戦、みんな負傷判定で勝ってるんですね、はい、で本人自身が負った傷での負傷判定だったんですけど、結構その目の周り切りやすいと、はい、そういう特徴のある選手ではあるんですけど、はい、高山選手、はい、今も4月
止まることなく来たたっています。ワンツー、いいワンツーが入りました。勢いは衰えていません。高山克成、第6ラウンド終了しています。ただいまのラウンドは高山克成、ここまで高山克成選手は近く見当たらないですかね。荒木さん、どっか見当たるとこありますか。ここからしたら、はい、ただ今はね、右目尻切ったんで、はい、その辺の影響がね、表的に。こういう時選手っていうのはどういうことを考えるべきですか。右目尻切れてしまったら流血なんですか。いや、もう別に切れたからって言ってね、見づらいとか、そんなんは別にもう汗と一緒ですから、さっき、はい、さっきのね、試合の時も言うたんですけど、あとはもう長谷川穂積選手です、ね、はい、血は汗と一緒ですから。来た、ああもう一緒、一緒と思わないと、思わないと勝てない、はい、ということですね。それを目に入ったから言うと言い訳にはできないです。第7ラウンドが始まっています。はい、今テレビWBC バンタム級チャンピオン長谷川穂積選手がいます。はい、知られました。まあ、要するに同じね、新成人高山選手と、10月16日代々木第一でにバルデ選手と長谷川選手に講演するんですけど、はい、新生ジムというのが昨年設立以降男子まだ負けないんですね、1回目。そうなんですか。18戦無敗、17勝1引き分けです、はい、で今日高山選手が勝ったら19戦無敗で、長谷川選手が、今度勝ったら20戦無敗になる、そういうもう無敗記録、解説以降の無敗記録を今ずっと今継続しているという新生ジム。どこまで伸ばすかですね。そうですね、はい、下もどもジムも好調、新生ジム所属の高山克成。その18戦無敗の中に高山選手これまで3勝が決まれてまして、そうですね、あと長谷川選手の連続の防衛が決まれてます、はい、放送席赤コーナー高山選手サイドです、はい、先ほどの高山選手の右目の傷なんですけれども、右の眉毛のすぐ下のあたりに幅は 1.5 センチから2センチもないぐらいなんですがとおっしゃってました、はい、でちょっと空いているようで深さがちょっとあるというので心配だということなんですが、血は止まっているので支障はないとおっしゃっておりました。赤コーナーは浜リポーターです。右目の流血ありましたが支障なしという、今の右手でもよかったですね、打ち下ろしの、はい、これも中盤から再三見られる右の打ち下ろし、パンチをしっかりと散らしています。第7ラウンド残り1分30秒、今もいいリズムのワンツーから左ボディです。左ジャブを放ってワンツー。やっぱハビエル選手タフなんですかね。打たれてますよね、はい、どうですか。総じてメキシカンというのはタフなんですけども、このハビエル選手もそうですね、まあ、打たれてるんですね。ここまで第7ラウンドまで高山のペースで進んではいるんですけども、僕決して高山選手パンチがないと思ってないんです、はい、全然あるとは思うんですけどね、結構当たってると思うんですよ、まだしかし腰が落ちたり、はい、よろけたりっていう姿はありません。先ほどねバランスをまあ崩したような、ええ、あれはありましたけどね。捉えられるか高山、高山選手は全然倒すパンチはもうね、もちろんありますからね、はい、タフなんですかね。現 WBA のチャンピオンローマン・ゴンザレスと戦った時は7度ダウンを喫しました。しかし判定までもつれ込ませたというハビエル・ムリージョ。無名ということでやってくるメキシカン結構、頻繁にあるんですけども、はい、まあ、そうして本当にタフで頑張る選手というのは勇敢な選手多いですね、メキシカンの場合。左ボディいいスピードで入っていきましたハビエル・ムリージョ。メキシカンで僕はやったことないんですけど、はい、やっぱり独特なリズムというかあれがあるんですかね。僕はちょっと対戦したことないから分かんないんですけどね、どうですか、アイさん。そうですね、独特のリズムであったり、あとその間の持ち方、まあ、インサイドバックで戦場のケースみたいな選手です。独特なリズムを持っている。荒木さん、外国じゃないかといえば後に K1 で活躍したガオぐらい言われましたね、はい、いや、一回やりましたね。もう忘れちゃいましたよ、アイさん。思い出させておいてください。あの試合どうですか。いや、どうですかね。本気出してなかったんじゃないですか、彼。ガオぐらいが、はい、ガオぐらいが。ちなみにその時の戦績を言いました。言わせんといてください。いや、ぜひここは。いや、それはもう勝ちました、倒して。
倒してるんです、はい、2ラウンドで拾うあれはもうだってガンガン手は出しなかったんじゃないですか、ね、そうかやっぱ 足を出せなかったから勝てたんですかね僕が聞いてますはい聞いてますもちろんです慶応勝ちを収めました元日本ミドル級チャンピオン荒木義弘さんの解説でお送りしています第8ラウンドに入っています高山の世界前哨戦ワンツーの動きをしながら今フォーを進めていきます高山左ジャブを打っていく左ボディあ荒木さんに聞きたいんですけども、はいはい、そのちょっと繊維不足かなと感じさせたガオブライ戦があれば、はい、あの後に世界挑戦に移動する先ほど美香選手ともやったわけなんですけど、はいはい、先ほど美香選手とはちょっと、まあ、荒木さんね2戦2敗だったんですけど、はいはい、両外国人選手、はい、その計量の時点とか、はい、試合前との時点でもうメンタルとか分かるもんですよねそうですね、まあ、ガオブライ選手よりかやっぱり美香選手の方がねなるんじゃないかなと、うんはい、さっきは出てましたけどね、うんはい、でも入りましたでも勝つのは僕だぞと思ったんですけど、ね、負けちゃいました、はい、思い出させてください、はい、数々の世界レベルの戦いを演じてきました荒木義弘さんの解説そして冷静な分析ボクシング愛さんの解説でお送りしています第8ラウンド残り1分30秒に迫ってきています荒木さん、はいまあ、引退ということを言ってますけど、はいまあ、美香には2敗しますけど、はい、美香だけですね、負けたのはそうですね、まあ、日本選手で、ね、初戦はその後、はい、スーパーミドルに上げて戦おうと、はい、はいや、あったんですけどね、やっぱりちょっと復帰戦で、ね、タイの選手とやったんですけど、納得いく試合ができなくてね、もう気持ちが切れてしまって引退という方向になったんですけどね、はい、スーパーミドルも本当は愛さん考えたんですけどね、はい、現役を続けててね、はい、佐藤浩二選手、クレイジーキム選手、はい、また試合を見たいなと思っているファンが、はいまあ、多かったんですけどね、そう、はい、そうやって言っていただけるとね、はい、嬉しい限りですさあ8ラウンド残り30秒になろうとしていますリング中央です前後にステップを取りながら高山勝成距離を詰めていきますさあ左を放っていくハビエル・ムリージョ愛さんここまで高山のペース変わりませんね今も右いいパンチ入りましたそうですね同じペースで進めていますから、メキシカンというのは相手によってはそういう相手の切った箇所今グーセンドバーテン切り切ってますけども、はい、そこをしつこく狙ってくるやらしいメキシカンも中にはいるんですけども、ウルド選手はそういう選手のタイプではないですねこれ、はい、同じようにう第8ラウンドを終えて残りは2ラウンド高山勝成世界前哨戦荒木さんからは完璧という話がありましたパンチを放っていったり理想的な試合展開を続けてきています高山この右いいパンチでした打たれ強い西川を相手に高山勝成が自分のペースで試合を進めています WBC のミニマム級チャンピオンになったこともあるそして WBA ミニマム級暫定王者になったこともある高山勝成自身3度目の世界チャンピオンを狙っていますセコンドアウト残すは2ラウンド第9ラウンドがこれから始まりますあと2ラウンドですねはい、はい、ここからは気持ちの要素も非常に大きくなってくると思いますが、はい、荒木さんもうやっぱりね自分の課題を徹底的に出していきたいと思いますねはい高山はこの試合だけじゃなくて次の試合さらにその先も見えてますよねそうですねでは圧倒的な高山ペース、まあ、早いラウンドで、ね、終わるよりはね、長いラウンド戦って経験にしてまた次に行きたいですけどね、はいはい、第9ラウンドに入っても足の動きスピード変わりません高山勝成ワンツー
しかしここはかわしましたハビエル・ムリージョ。例えばミニマム級ですけども、はい、高山選手は世界1位なんですけども他にも日本王者の黒木選手東洋王者和賀選手世界11位の金光選手、まあ、あと堀川辻とか金田八重樫強い選手いっぱいいるんですけども、はい高山選手この試合の後すぐ世界というよりは彼らとの対戦を見てみたいという感じをこれしますね、はい、放送席高野さん、はいこちら青コーナーなんですけれども、1ラウンドから一貫してラウンド中には黙ってセコンドの方なんですが戦いを見守るという状況なんですね、はいこれは、選手、ハビエル・ムリージョ選手のおじさんがセコンドということでやるべきことやることしっかりお互いに分かっているそんな状況のようですね。そして先ほどのラウンド間ではプレスをかけて手数を出していこうこの一言でした。はい、続いて赤コーナー高山選手サイドです。はい相手を倒しに行こうという姿勢が少し焦っている感じがするなというふうにおっしゃっておりました、はい、で相手選手は頭が低いので強く当たる距離で今は打てていないというふうにもおっしゃっておりました、はい、今は細かくワンツーを割っていきました高山。青コーナーのリポーターは小西彩子さん赤コーナーリポーターは浜美代子さんです。少し焦りもあるんじゃないかという話がありました。しかしボディを逆に打っていく高山です。右目を、ね、切ったことによってその焦りから、はい、右から左右左良かったですね、はい、とここで頭が当たったようです。今度はおじの方がやっているというメキシコからやってきたハビエル・ムリージョ少し痛そうな表情を見せています。痛がってますけども、ええ、これで間を取るというやり方をするメキシコに聞こえるんですね。間の取り方が非常に上手い、痛がるってアピールをすることによってしかし遠藤やめません。距離を詰めていくワンツーパンチを返していくムリージョ左でーすダウンではありません、はい、さっきのマレーシアじゃないんですけども、はいわざとすっ転がって時間稼ぐサッカーの時にかけますなと思って、はい、あれと一緒で痛がってちょっと間を置いて、でちょっと、間を置くことによって、ペースを、まあ、やらしがいではありません、まあ、やってますね第9ラウンドが終了しています。コースは1ラウンド少し KO を狙って焦っているのかもしれないそんな話もありました。先ほどの通りですけども、東洋で今度和賀選手と黒木選手日本勢対東洋勢があるんですね、はい、であと10月25日ですけども世界11の金光選手とライト級の世界ランカーの国重選手がまだ世界ランカー対決で、はい、勝者と勝者っていうのは楽しみになるんですけど、その勝者のどちらか高山選手ラストラウン日本人同士の戦いが見たいですか、世界ランカー対決というのはね、はい、ミニマもしくはライトフライの頂上決戦的なその試合があってその勝者のロマン・ゴンザレス・ナリースのカンチラでありアスロンです、はいっていうのをそういうプロセスでね、行ってほしい、はい、そういう考えですね、はい、新海さんはもうこの試合はもう高山もらったという感じですかね。まあこれフルマークなんですけども、はいまあ、はい、もう7度ダウンを奪ったロマゴンと次やるのかという考え方だとやっぱり世界戦は勝たないといいんじゃないので、はい10ラウンド残り2分30秒切っています。またライトフライだとプライマースローマンはフランスが出ないタイプの選手ですからじゃあ呼ぶとなると完成しかいないと強い選手なので、まあ、世界3度目を取るぞそういうような意味の、挑戦でしたらば、まあ、そうですね、そういう日本の中で最強決めてから、はい、次に行ってほしい、はいはい、第10ラウンド残り2分切っています。高山選手ね、9ラウンド終わったときに、自分の、ね、セコンドに変えるときにね、はい、まあ、首かしげて頭を叩いてね、自分の納得いってないような動きかなって自分で思ってるんですよね、多分ね、はいはい、でまあ、この最後の最終ラウンドね、その思ってる、ね、気持ちをね、全部出したいなというような感じですね。左ボディから右、残り1分30秒切っています。さあ世界へ高山ハビエル・ムリージョに連打を浴びせる。やはり一発いいのを右をストンと当てた後
フォローに行く高山選手に対してこう指でクリンチでとかでフォローさせないんですね、これ、はい、でこれがここまで来ている、ままあ、メキシカンのうまさでもあるんですけども、まあ、高山選手の課題でもあるんですね、フォローを入れると、でかなり内間プレーは今のボクシング PK を取ってくれる試合も結構あるので、まあ、そうさせないと、あの残り1分ですね、はい、残り1分切っています。積極的にボディから左、相手は関係ない、世界チャンピオンに返り咲くだけと、そんな意気込みでこの試合に臨んでいます高山。さあ距離を詰めていっていくが、ここはクリンチで逃げます。ここがメキシカンのいやらしさ。あと残り30秒ですけども、ちょっとリード選手顎の引きがちょっと甘い選手なんですね、はい、でもこの試合ちょっと有効なアッパーカットというのちょっとなかった。左ボディ高山選手、はい、頭を取りながら高山、残り20秒、連打、距離を詰めていってパンチを返していくムリージョ。はい、連勝戦、はい、ビエル・ムリージョの先に世界戦がもう見えてきています。さあ打ち合う、高山の右、シリパンチが入る、ここで大丈夫だ、終了しました、両者大丈夫だ、もうガッツポーズを見せたメキシコのビエル・ムリージョ、この高山は冷静です、冷静な顔つきでうっすらと笑顔を浮かべました。49.5 キロ契約、10回戦で行われました赤コーナー高山克成、青コーナーハビール・ムリージョの試合、試合は判定になっています。セミファイナル採点の結果を発表いたします。ジャッジ半田隆樹、ジャッジ野田雅宏、ジャッジ宮崎仁、三者ともに100対90、以上3対0の判定により勝者赤コーナー高山、完勝でした。高山の2人、判定が萩生美女になりました。さあ世界で高山の2人が見事なボクシングで萩生美女を生み出しています。この試合本日に帰ってきた荒木義弘さん、始まりました、高山の2人、元チャンピオン、太平洋でも世界を取りました荒木さんと、そしてボクシング愛さんにお越しいただきました。荒木さん、試合を振り返って、はい、高山選手にメントを上げてください。そうですね、もうこのクラスになるとね、やっぱりレベルの高い選手がね、そうですね、自分の中で、高山選手もやっぱりいろいろ自分の中で納得いってない部分もあると思うんですけどね、まあそれをまた課題にしてね、もうぜひね、また世界に取ってもらいたいですね、はい、はい、もう試合の後もこう勝って当然という非常に柔らかい笑顔を見せている高山克成、みんなに感動を与えられる庶民派のボクサーになりたいんです、そうも話していました高山克成。さあインタビューです。本席にまして会場の皆さん、見事勝利されました高山選手です、おめでとうございます。ありがとうございます。まずはこの試合を振り返っていただいていかがでしたか。まあ見ていただいた通り、ちょっと噛み合わない試合、多分これがプロで初めてこんなに噛み合わないような試合したと思うんで、これを糧にして必ず世界取ります。すみません、今日はすみませんでした。そして今日は対戦相手変更になったにもかかわらず、こんだけたくさんの方来ていただいて本当感謝します、ありがとうございます。素晴らしい高山選手のお言葉いただきましたが、やはり選手の相手が変わるということはハンデではありましたよね。あまりにも急遽すぎましたね。ちょっと、まあ、3日前はさすがにきついです、はい、すみません、はい、確かにそうですよね、ましてサウスポー相手の対策を練っていたと思いますので、それがまた右ということで変えるのはかなりちょっと短期間では苦しかったですよね。そうですね、これも本当いい経験にして次には、はい、しっかり対応できるように頑張りますので、はい、はい、そしてやはり目標は再度の世界王者、はい、これしかありませんよね。そうですね、いつでも OK です、はい、そしてファンの皆様にもう一度、先ほども述べていただきましたが、最後に一言お願いいたします。
今日はあの、平日の夜の中本当来ていただいてありがとうございました。実は次長谷川さんがメキシコの世界ランカーとタイトルマッチするので、その時にあのメキシコ人のレオさんをちょっとお楽しみに見ていてください。今後も頑張ってください。見事勝利されました高山選手でした。おめでとうございました。同じチームのイランナーチャンピオン長谷川穂積選手のこともしっかりとアピールして、人の中も出てましたね。成果が出てますね。高山選手はね、高山さんインタビュー、はい、試合直後、試合中はもちろん厳しい顔だったんですけども、あったいい笑顔を見せてくれました高山穂積選手。もう一方解説はボクシング愛さんでした。新生ジム、そして高山選手の勢いを感じましたね。19歳の若いですね、新生ジム、はい、あの少し厳しめ言い方も少し入れましたけども、はい、期待が高いだけに、ね、成果しましたけど、試合自体はもうワンサイドで危なりましたという、そういう試合でしたね、はい、快勝でした。荒木さん、これから世界に向けて高山選手、はい、もっともっと、レベルアップしてほしいところもあると思います、はい、どんどん、まあ、あの自分で分かってると思うんでね、はい、それはあの克服していって、はい、で世界チャンピオンをもう一回ね、また帰り替えてほしいです。また 49.5 キロ契約、高山克成が安定でアビエル・ムリージョを下しています。放送席解説は49キロ級元チャンピオン荒井博士さん、そして新海さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は ABC 高野純一でした。